はい平成30年第1回担当式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレックス専任講師二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、まずは皆さん本試験お疲れ様でしたまあ今回の本試験ですね管理会計論について簡単に振り返っていきたいと思いますでまずね全体の難易度ですけれども まあ、昨年の平成29年第1回の、まあ、本試験と、まあ、ほぼ同様なのかなと、まあ、問題の構成とか配点とかも全く同じような内容となっていますので、まあ、皆さんとしてもですね、まあ、計算理論で7問9問っていう形でふ、まあ、普段当連でもですね練習してきたそういった形式の問題だったわけですから、まあ、ある意味そういった点ではですね解きやすさっていうのを覚えた方もいるのではないのかなと思うんですけれども。 ただ、今回の問題ですね、えー、その問題11っていうところが、少し厄介な問題となっていまして、まあ、こちらがですね、まあ、私個人としては、ですね、この問題11、短期利益計画の策定ですね、これ、まあ私個人としては買いなしっていうふうに、今でも考えているんですけど、 まあこの動画を撮ってるタイミングですねえ他校の回答なども出ている状況でしてまあ他校さんどこもですねえ2番っていうのを本回答にしてきていますで2番のその計算のプロセスっていうのも分かるんですけれどもかなりそのこの本試験の問題ですねまあ拡大解釈しないとその2番っていう回答を導くことっていうのが難しいので。 まあ、あの本試験のね実際の問題だけを読んでもですねこれを額面的に読んだとしてもなかなかその2番にたどり着くような計算をしていくっていうのが相当難しい問題となっていますからまあ個人的には買いなしなのかなと、まあ、少なくともこれが予備校の問題っていうことになってくると、まあ、この問題11っていうのはまあ買いなしっていうような形になって全員正解の問題にせざるを得ないのかなというふうには思っています。まあ、どうしても 理論的な解釈として、まあ、これ2番を正解に、ね、出されている予備校が多いんですけれども、まあ、2番っていうのが、まあ、おかしな計算をしていることになりますので特にまあその計算をして何の意味があるんだと。ただまあそのかなり拡大解釈をして問題文の指示を読んだらその2番の計算にたどり着くというような、まあ、そういった問題となっているので非常に扱いが難しいです。で ただもうここはね試験実施さん試,試験の実施団体がね最後決めることになりますので、まあ、おそらくそのどこの呼び込みも2番っていうところを本回答に出してきて買いなしっていうふうに言ってるところはあ,のありませんのでまあおそらく実施団体としても2番っていうのを正解にしてくるのかなとは思いますだからまあ非常にその私としても格好がつかないところではあるんですが、まあ、買いなしだとは思っているんですけれども実際のね 合格発表日において公表される回答っていうのは2番で出てくると思います。だから皆さんとしてもね、2番をまあ本回答だと考えていただいて、まあ自己採点などをねやっていただければなというふうに思います。で仮にこの2番ですね、この問題112番っていうのを正解ににして。 正当可能性、まあ、これは定位になるわけですけれども、まあ、目標点数などを算定していくと、おおむね65点程度っていうのが、管理会計論単体でのボーダーラインになってくるかなというふうに思います。多少、これは本試験における緊張感なども加味した値となっているので、まああの、もう少しね、情報にぶれる可能性っていうのはあるのかなとは思うんですけれども、まあ、現時点では65点以上取れているかどうかで、一つね、ご自身の出来についてご確認いただくといいのかなというふうに思います。 で先にね、ちょっと争点となっていた問題11について、まあ、解説をやっていこうというふうに考え,考えていますので、まあ、プレゼンターに切り替えたいと思いますが、まあ、おそらくこの動画ねご覧になられている方もこの問題11っていうのが一体どういうふうな回答で、まあ、回答プロセスで2番っていう正解詞にたどり着くのかっていうのを気にされている方がね多いのかなと思いますので、まあ、そこを簡単に見ておきたいと思います。で まず問題文2行目から見ていくと次の資料に基づいて最適なセールズミックスを実現した場合の複数の損益分岐点売上高が考えられるっていう、まあ、こういった文章になってるんですが、まあ、そもそもいいきなり文章とししておかしいんですよね。最適なセールズミックスを実現した場合損益分岐点って一つですよね普通に考えれば。だからいきなりこの文章としてこれ何を言ってるんだろうと。 いうところが非常によくわからないところになっているんですけれどもとりあえずまず、ね、最適セールスミックスっていうのをまあいつも通り計算してみようかということでこの XYZ ですね共通の制約条件としてこちらの設備稼働時間っていうのが与えられているんでこの設備稼働時間1時間当たりの貢献利益それを計算してあげれば Z が 1200Y が 816X が700円ってことで。 まあ z y x というこういった序列になっていきますね。だから最適なセールスミックスを決定するならば、まあ z y x の順で売れることを前提に、まあこの生産能力、まあ販売能力の範囲内において。 まあ z y x の組み合わせを決定していくという問題ですが、まあ最適セールスミックスは z が六百 y が五百で余った販売能力で x 作ったら四百二十五個 x は作れるんですね。まあこれが最適なセールスミックスです。最適なセールスミックス。でこの z y x この順序で製造販売した時の損益分岐点売上高っていうのを計算すると。 Z600 個 y 個 Y500、まあ、これだけではこの固定費の全額これまあ固定費個別固定費と共通固定費合算すれば238万って金額になりますけどこの全てを回収しきれないんで固定費のの未回回収収部分ってていいうのを X で回収していきますでそれ計算すれば200個、X、を売れば固定費の未回収部分っていうのを回収しきることができるんで。 まあ損益分岐点売上高は Z600、Y500、X200 個ですこの時の売上高っていうのを求めていただければ426万っていうのが求まりますこれがまず損益分岐点売上高の最大金額です最大金額でここまではできた方もねいると思うんですよ Z、Y、X っていうこの序列をね決定することそのものは全然難しくないですから まあこの順で600500200個っていうのを出した方はね多いと思うんですけどこの後が問題なんですね。今度最小の損益分岐点売上高っていうのを計算するわけですけどこれ Z、X で最大になってるわけですから今度 X、Z の順で製造販売すれば最小の損益分岐点売上高っていうのを計算することができます。でこの時に XYZ の順に製造販売していけばいいけばなっていうのはここまでも気づけた方はいると思うんですけどこっからが問題この X425 個っていうのをそのそままスライドさせるんですね問題文の文章を見ると最適なセールズミックスを実現した場合のっていうねその時の損益分岐点売上高を計算しろっていう問題になっているんで。 まあ非常に拡大解釈をしなければ読み取れないんですけども表現を変えるならば ZYX この600500425個これらを上限として組み合わせを変えてですね最小となる損益分岐点売上高を求めろっていうそういう問題なんですね。そんなことをして何の意味があるのか全く意味は分かりませんけれどもただほかにですね この回答に選択肢として与えられている数値を出すための方法がないんですよ。これ私も初めねこれ X こ,こ500個で計算しました500個でね。で、XY、500個ずつで未回収の固定費を z で回収するその時の損益分岐点売上高を求めれば求めた時の金額402万っていうのが求まるんですけどその場合426万と402万の差で 24万円っていいうのが選択肢ないんですよねだから何回やっても出てこないなというところでじゃあ仮にこれ425個にしてみたらどうかっていうところで本当にまに試行錯誤的にねこの x425 個っていうのを見つけてちょうどまあ18万っていうのが差額になるなとこれ408万っていうのがこの場合損益分岐点売上高になるんで408万と426万の差の18万っていうところが まあ答えだというところでまあ相当無理があるように思うんですけどねここ425万に置くのがねただまあそう解釈しないと回答に選択肢がないのでまあこういったやり方を試験員の先生っていうのは想定しているのかなというふうに思います少なくともこれ初見で解ける人はまずいないと思いますねだからもう正当可能性は当然低ですし まあこういったものはね、本試験の現場においては飛ばさなければいけない問題だったと思われます。ただ、非常にこういったね、まあ、ちょっと悪問って言っていいかどうか分かりませんけれども、まあ、こういった問題が出てきたときにですね、非常にまあ受験生の皆さんとしては、あの不利益を被る人も出てくるので、本当に私としてもね、忍びないところがあるんですけれども、結局、こういったね、あの最適セールスミックスの決定問題だと。で、パ、ま、ッ、あ、と見はね、問題集とか、 にも乗ってそうな問題なんでこれはまあすぐに時間かからずに解けるだろうと思ってね薬気になって解いてしまった方はですねまあ、これにはまってしまって時間を無駄にね費やしてしまったって方がおそらく一定数いると思うんですね。本当その方たちはねちょっと本当気の毒としか言いようがないところはあるんですけれどもただまあ 実際、ね、まあ皆さん条件は一緒ですので、まあ、こういった問題を見た時にですね答えが出ない時にもう見切りをつけてね次に行くようなそういった決断力っていうのも、まあ、この本試験ではは今回求められたのかなといいう,うには思います。まあ、本来はねこういった問題っていうのは解釈の余地がね出てくるような問題っていうのは出すべきではないとは思うんですけれどもまあ皆さん同じ条件下のもとでの戦いですので、まあ、その中でもねできた方がいるでしょうしね。 だからここはねもうしょうがないところはあるかなとは思うんですがただまあできればね今後はこういった問題っていうのは出しては欲しくないなというふうには思いますねはい。で残りの問題ですね解説をしていきたいと思います残りの問題については特にですねまあ、波乱もなくまあ平易な問題だったと思います特にその原価計算分野ですね原価計算論点の計算に関してはまあ、非常に優しくなったような印象を受けます で管理会計論点の計算に関しては、これちょっと分量が多いというところで、まあ、実際に回答までね、たどり着けた方っていうのは、そう多くはないのかなというふうには思いますんで、まあ、落ち着いて解けばね、簡単ではあるんですけど、やはりね、その焦りがね、思考力を鈍らせる結果として解けなかったということもあるかと思いますので、あの思ってるほどね、みんながみんな解けるようなものではなかったという認識で大丈夫かと思います。はい でまあ、先ほど申し上げましたけど、まあ、そういったものも、ね、もろもろ勘案した上えで、まあ、65点程度というところを、ねまあ、現時点でのボーダーとしては考えていますので、まあ、皆さんの、ね、本当に、えー、でき、不できというところを確認する際にはその点を、ね、一つ基準に考えていただくといいのかなと思います。また詳しい、ね、全体の公表などは松本先生の方から話はあるかと思いますのでそちらの方で、ねえー、ご確認いただければなと思います。 で残りの問題ですね、15問見ていきますけれども、問題1から、ですねもう原価計算基準の問題になりますんで、まあ、こちらはね、もう例年通りといいますか、もう変わり映えはしないですね、特に原価計算基準の問題ですから、必ずね、3問から4問、ここ最近の試験だと出,出されますから、まあ、しっかり対策の取れていた方が多いかと思いますので、まあ、正当可能性はすべて高いというふうに評価しましたが。 まず選択肢 A から見ていきますともう間違っているところだけ確認していきます、まあ、この原価要素は製造原価と販管比に分類されるとで実際原価の計算においてはいずれの原価要素についても原則として「日目別部門別製品別計算」をすると書いてるんですけど販管比に関してはこういった日目別部門別製品別計算っていう一連の手続きを想定してませんよね。 まあ忘れた方はね基準の38番っていうのを見て頂ければいいんですけども販管費に関してはこれは、まあ、製造原価の非目別計算に準ずるというのがもう基準の38番に明記されているんで非目別計算された販管費っていうのを各非目損益計算書の販管費の区分のところに計上していくような処理が想定されています従たいまして、まあ、この後半の部分っていうのが誤りですねはい でまた選択肢、U「う、まあ」。機能別分類で、まあ、具体的にこういったひ目が与えられていますけどこのひ目の中で「買いれ部品費っていうのは、まあ、基準上でもですね機能別分類の具体例としては挙げられていませんので、まあ、この点が誤りであるとちょっとここは選び,、えー、選びにくいかもしれないですね。「う」が×足だっていうのはちょっと選択が難しいかもしれないです。ただまあ明らかに「いとえ」っていうのが正解なんで「い、まあ、と A が「丸だっていうところで5番を 選んでいただきたかったという問題ですね。はい。で、今度問題2番ですね。見ていきたいと思いますけれども、まあ、労務費会計ですね。これはまあ正当可能性中というふうに評価をしています。で、この問題ですね。実はその間接労務費の金額からですね、算定していけば、まあ2番っていうのを一発で出せることができます。賃貸税の金額を出す必要性がなかったりしますね。はい。 先に間接労務費から集計していくとこの直接項の間接賃金ですね間接作業と間接作業500時間と手待ち時間100時間ですね合計600時間、まあ、ここに対して予定賃率1000円っていうのを掛け算してあげて直接校間接賃金っていうのを計算してくださいでまた間接校の原価計算期間を前提とした時の消費賃金ですねそれ計算すると460万ですね 当月の支払いに当月未払いを加算して前月未払いを減算すれば、まあ、原価計算期間を前提とした時の消費賃金ですね460万というのを計算することができます。まあ、これも全て間接労務費になるわけですでまた残りの日目ですね工場事務員の給料あと従業員の賞与引き当て金繰り入れ退職給付費用法定福利費ですね まあこれらを全部集計していけば間接労務費は990万というふうに求まります。福利施設の負担額とね構成費っていうのはこれ間接経費という扱いとなってきますんで、まあ、その点の判断ができれば間接労務費の集計そのものはねそこまで難しくはないのかなと思います。でまた賃率債の計算ですけど賃率債に関してはこの直接工の作業時間7480時間ですね。 直接この就業時間ですね就業時間が7480時間でこの就業時間に1時間あたり1,000円の予定賃率を掛け算して万円っていうのが求まりまりすそれと実際の直接行の消費賃金ですねこの当月支払いの金額に当月未払いと前月未払いを加減算してあげれば770万というのが求まりますから。 予定賃率を使った計算結果748万と770万の差を取ってあげれば22万円の賃率債不利債を求めることができますね。はい、よろしいでしょうか。で次の問題3ですね移っていきたいと思いますけど問題3。今度も原価計算基準からの出題っていうことで、まあ、選択肢「あとへ」が誤りです。 亜に関しては一部の補助部門費を製造部門に配布しないで直接にこれを差収書に配布する場合には合算した上で適当な基準によってこれを配布するとこの合算した上でっていう部分が誤りですね一部の補助部門費についてはですね製造部門に配布を行わず製品に直接配布することそのものは認められてますけどもそれらを合算した上で配布するっていうのは認められてませんね まあ当然ね合算して一つの配布基準に基づいて配布計算っていうのを行えば不正確な計算になりますからね別々の配布基準っていうのを測定した上で配布計算した方が、まあ、当然正確な計算結果を得ることができるわけですからわざわざ不正確な計算を想定した記述っていうのは原価計算基準にはありませんので合算した上でっていう部分が誤りです。で選択肢、A、に関しましまてははこれは 個別原価計算における子孫慈悲の処理ですけど直接経費処理あるいは間接経費処理その選択適用っていうのが、まあ、基準が想定している処理になるわけですけど、まあ、この記述は間接経費処理っていうのが原則っていうような書き方になっていますんで誤りですね。はい、で今度問題4番ですね見ていきたいと思いますけど個別原価計算の問題ですね。 で原価債の処理が問われており、まあ、原価債を原価計算基準が想定する原則的な処理方法にのっとって、まあ、処理した場合ですねその時の売上原価とあと売り、えー、原価債が仮に多額に生じたと考えて、まあ、売上原価と期末の製品期末の仕掛かり品に原価債を配布した場合。 配布した場合ですねその時の売上原価の金額の差,を差額を答えなさいといとう問題でですねでこれ売上原価の差額っていうのが問われているんでこれわざわざね、まあ、これナン、no. バー001に集計された金額っていうのが売上原価になるわけですけどわざわざこの機種の仕掛かり品の原価2,500とかこのナン、no. バー001の直接材料費とか直接労務費ですねそんなもん計算しなくていいんですよ。 そんなものは計算する必要性がなくて原価債の処理方法に着目をしてあげればいいわけですよね。減価,価した場合売上げ減価付加した場合と、まあ、追加配布した場合の売上げ減価の差を取ってあげればいいわけですから結局は売上げ減価に対して減価債っていうのをいくら付け加えるのかそこの違いっていうのが問われているだけですから減価債のみに着目をしてあげればいいんです。 だからまあ皆さんはまず原価債を計算してもらうと直接材料費の債直接労務費の債製造・間接費の配布債として、まあ、こちらを求めることができますで全部合算すれば4600の不利債っていうのが求まりますんで、まあ、この4600の不利債っていうのを原則として売上原価付加するこれと仮に 追加配布した場合の売上原価に配布される金額の差を取ってあげればいいわけですよね。で、この追加の配布に関しましては、直接材料費に関する際と加工費に関する債っていうところで分けられてますね。直接材料費に関する原価債は、これは材料消費量を基準にしなさいと言っていますんで、この1450の不利益に関しては、この合計2万2900キロっていうところが実際の材料消費数量合計ですので。 この1 4 5 0の2 9 0 0分の9 0 0ロっていうのを掛け算してあげればナンゼロ0 0 1に対する配布額を求めることができます。また加工費に関しましてもこちらマイナスですね。この3,150っていうのを加工費を基準に配布していくわけですけど。 ナンバー001からナンバー003までの加工費を基準に配布してあげればまあただ配布するだけですのでね特に難しくないかと思いますけどまあその配布された金額ですねえ求めてあげて差を取ってあげれば2番が正解ということになりますはい。まあ、これはできてほしいかなというふうには思いますねはい。ちょっと解き慣れていない問題かもしれないんですが聞かれていることそのものは単純ですし資料も少ないですからね まあなんとか現場でも対応できたのではないかと思います。で次の問題5番ですね。あと「い」が誤りですけどこれはもう過去にねこの「あ」と「い」で同じね引っ掛けっていうのが過去に出されてます。だからまあ一問一答問題集などですねやられていた方はねここはあのスラスラ解けたのではないかと思いますけど、まあ、この「期間投入量」っていうところが誤りですね。 まあ原価集計単位としては総合原価計算は期間生産量ですね期間生産量でまた選択肢に関してはこれ直接原価計算に関する規定ですけどもこの期末において直接原価計算をやってる場合は固定費を追加配布していかなければいけないわけですが、まあ、固定費を追加配布する対象としては期末の仕掛かり品製品とあと売上品ですね。 売上品っていうのが抜けてるんでこの選択肢は誤りですよと、はいまあ、これが問題5番ですねで次の問題6番まあ連算品の計算ということになりますがこの連算品の計算に関しては、まあ、分量は非常に少ない問題ですね。で製品 C の営業利益の金額が問われてるわけですけど これまあおそらくね回答としては売上総利益っていうのを答えてしまった方が一定数いるのかなと思いますこれまあ売上総利益の金額っていうのが6番に与えられてるんですよ6番に与えられてるだからついついねこれ6番っていうのを選んでしまうというね間違いがおそらく出てきますちゃんとこの売上総利益の金額から販管費を控除しなければ営業利益は当然求まりませんので 製品 C の販管費っていうのを控除すれば87万7500円っていうのが正解となりますで連結原価の安分に際しても一点注意が必要なのがこの販管費っていうのは控除しませんからね連結原価を安分する際の基準値ですね分離点における賞味実現可能価格っていうのを計算する際に販管費は通常マイナスしませんから まあ、いわゆる NRV ですね分離点における NRV 求めるにあたっては販管費を控除せずに最終的な売上高から追加の加工費っていうのを控除して分離点の NRV 求めてください。まあ、するとこちらの値っていうのが出てきますんで、まあ、こ,れを基準この値を基準として連結原価の暗分をしてあげれば製品 C に対しては、まあ、こちらの値ですねちょっと汚いんですけど1,196万2,500円っていうのが求まります。 まあこれと追加加工費600万というのを加算すれば売上減価がままりますね、はいまあ、基本的な連産品の計算に関する知識がしっかり定着していればね特に迷うことなく回答にたどり着けるかとは思いますけれども先ほど申し上げたような販管費を控除するっていうのを忘れてしまうような単純な、ね、ミスっていうのが起こりうる問題かなとは思いますので、まあ、そこはねちょっともったいないことをした人がいるんじゃないかと思います。 で次の問題7、また原価計算基準からの出題ですけど、まあ、こちらですね、選択肢は、まあ、理想標準原価について、まあ、その定義ね、書かれているわけですが、まあ、理想標準原価ではこういった子孫や有給時間等に対する余裕率は許容しないですよね、許容するではなくて、許容しないっていうのが正解なんで、こ,こ,この点が誤りであると。 で選択肢に関してはこれは製造間接費のサイトは製造間接費の標準額と実際発生額との差額をいい原則として一定期間における製品別間接費載として算定してっていう部分が誤りですねここは部門別ですね部門別、まあ、製造間接費の配布っていうのは部門別配布っていうところが前提としてありますんで、まあ、部門別に再分析をしなさいと。 まああと絵がが誤りななんででででで4番番正解すすすねねね今度問問題題8番です、ね、これまあ非常に簡単な問題です、ね、ちょっと簡単すぎて逆に引っ掛けがあるんじゃないかっていう風に疑心暗鬼になった方多いんじゃないかと思うんですけど問題8に関してはこれは子孫が出なかった場合の標準原価債と実際には1,150個を生産したが不注意な機械操作のため50個の子孫が発生し 子孫の発生による不能率を分離するため算出した子孫債の正しい組み合わせとして適切なものを番号で選びなさいってことでまず子孫が出なかった場合の標準原価債って、まあ、これ聞いてどうするんだろうっていうところもありますけれども、まあ、非常に簡単ですね、まあ、1100個かけることの4400そこからこちらの532万3000円っていうのをマイナスすれば終わりですから、まあ、逆に怖くなりますよねこれぐらいの問題だと。 でまた子孫債の計算ですけどもこれまあ実際には1,150個生産したがとでこの子孫がどこで出るのかっていう発生点は書かれていませんけれども、まあ、1,150個生産したって書いているんでまあ終点発生だろうというふうに考えてもらって、まあ、少なくともね、まあ、終点発生で答えがあるんですよね。50個 ×4,400 円をしてあげれば22万っていうのがありますんでね。 まあこれが正解だろうっていうふうに当たりをつけることはできるかと思いますんで、まあ、3番が正解というところでここはまあ必ず正解してほしい問題ですんか非常にこの標準原価計算の問題っていうのは今回簡単だったというところで歴代の標準原価計算の問題の中でも一番簡単じゃないかなと思いますはいで今度問題9ですね、まあ、管理会計の基礎知識に関する 問題ですね、まあ、管理会計総論からの出題っていうことで,で選択肢「う」と「え」が誤りですね「うと」と「え」管理会計を意思決定会計と業績管理会計に体系化する場合、まあ、ここは個別計画ですね個別計画設定のための管理会計を意思決定会計また、まあ、個別計画を統制の出発点と考えて、まあ、この個別計画と統制を合わせて業績管理会計と、まあ、これは期間計画ですねここ。 ここが期間計画ですね期間計画と統制をセットで業績管理会計とまあここはもう基本的な話になりますねでまた選択肢 A 賞味現在価値法内部利益率法線形計画法改修期間法設備投資の意思決定における計算方法であるっていうことで、まあ、線形計画法は違いますよね線形計画法っていうのはこれは最適セールスミックスの決定問題を解くためのね そういった計算技法となりますので設備投資における経済性計算の方法ではないですよとはい。だからうとえが誤りなんであといが正解ですねはい。まあ、もしかしたら皆さんの中にはね愛法っていうのがこの個変分解の方法であるっていうところにやや違和感を覚えた方もいるかもしれないんですがまあ、厳密にはねその限界予測の方法って言った方が正確なんでしょうけれども ただまあ、あいほうっていうのをね、こういった後編分解の方法とするね、そういった書籍っていうのが多いので、まあ、選択肢あっていうのは正解だと。まあ、仮にあがね、三角つけても、明らかにうとえが誤りですからね、そこから正誤判断はできるかと思います。で、問題10ですね。今度、財務分析の問題ですね。これもまあ、非常に基本的な問題ですね。 選択肢うっていうのがこれが固定長期適合率が1より大きい場合流動比率が1より大きいまあどっち修正してもらってもいいんですけどもこれ1より小さい場合ですね流動比率が1より大きいとまあ大きいと小さいっていうのが逆になってますでまた選択肢 A ですねこれ財務レバレッジっていうのが高い企業の方が、まあ、自己資本純利益率の変動についてのリスクは低くなると。 まあこれ高くなるが正解ですね。そもそもまあレバレッジっていうのはこれまあテコの原理ですねレバレッジをかけた場合っていうのはこれリスクは高くなるわけですよ企業経営においてレバレッジっていうのをかけたら基本的にリスクっていうのは高くなるわけですよねだからまあ非常に基本的な内容となりますねあるいは ROE の展開式ですね思い出してもらって考えてもらってもですね、まあ、この選択肢っていうのは 誤りであるっていう判断をすることはできるかと思いますまあ基本的な内容ですからねここも正解してほしい問題と言えますねで、先ほど問題11は見たんで今度問題12ですね予算管理に関する問題で選択肢あとうが誤りですね予算編成に際してトップマネジメントのスタッフが予算を作成しそれを一方的に現場部門に自達する方式があるが トップダウン型の予算編成ですねこ,れ、まあ、あるこの方法があるが現場の情報を活用するために部門管理者に各部門の予算を主体的に編成させる方式もあるといわゆる参加型予算というところを考えてもらったらいいかと思います。でこの参加型予算の、まあ、編成というのを行った場合はトップが予算編成方針を示すことはないっていうことで、まあ、そんなことないですよね。 トップマネジメントっていうのがまずは予算編成方針っていうのを各部門に伝えていってで各部門っていうのが予算原案を出していくわけですよねいわゆる折衷型の予算編成っていうのを思い出してください、まあ、その流れをね、知ってるかどうかっていうのを問う問題だということで、まあ、知ってれば「あ」は「×」だというのを判断できるかと思いますで選択肢「う」に関しましては 予算管理の問題点の一つとして、弾力性に欠けることが論じられてきたが、日本企業の場合、実行予算の編成やローリング予算などが用いられてこなかったため、脱予算管理の議論が注目を浴びたと言ってるんですが、まあ、実行予算の編成やローリング予算などが用いられてこなかったっていうところが、もうすでに誤りですね。はい 特に、まあ、ローリング予算というのは比較的新しい予算編成の方法だということを考えても、まあ、実行予算の編成に関してはですね、まあ、これは基本的に、えー、編成されるわけですから日本企業がそういった伝統的にですね、実行予算の編成をやってこなかったっていうのはこれおかしいですよねで。またこういったね、実行予算の編成とかを行って,きなか行ってこなかったため脱予算管理っていうのがまあ注目を浴びたっていうのもこれ文章として流れがおかしいですよね。はい。 実行予算の編成とかが用いられてこなかったわけですよ用いられてこなかったのに脱予算管理の議論が注目を浴びるっていうのはもう文章としてもおかしいですから、まあ、選択肢っていうのはこれ誤りだとそう判断することができますまあ少なくとも意図へは絶対正解だというねそういった判断をすることもできるかと思いますんで、まあ、5番を選ぶっていうのはそこまで難しいものではないのかなと思います。で今度 問題13ですね。ABC の問題ってことになりますけれども ABC。ちょっと資料が多いんでね、まあ、2ページにまたがりますからねここはもう飛ばしてしまった方もいてもしょうがないのかなと思いますけれどもただまあ地道にやれば解ける問題ではあります。ちょっと活動ドライバーの選択っていうのが悩ましい部分はあったかもしれないんですがそこの選択さえ,選択さえね間違えなければ、まあ、普通に回答することはできる問題ですね。 まあ伝統的な原価計算と ABC の比較がテーマになってますで伝統的な原価計算すなわち製造・間接費っていうのを創業度関連の基準を用いて一括配布していくというのが伝統的な原価計算ということになりますがこの創業度関連の配布基準としては直接作業時間を使うっていうのが資料3番に指示が与えられているんで XY の直接作業時間ですね1個当たり3時間っていうふうに与えられています。 まあこれ x の y も1個3時間っていうところが同じなんでまあ、1個あたりの製造間接費の負担額っていうのは特に変わりがないですね。はい。ただまあここはもう4800時間2 0え2万4000時間24000時間っていうのをこのそれぞれ16000個と8000個に掛け算して求めてもらって、xy の全体の直接作業時間っていうのを一旦求めてからまあ、普通に計算していきましょうか？ まあこちら活動コストプールっていうのが与えられてますけど、まあ、これらの合計値ですね、まあ、2億7180万円っていうのが製造・間接費の全体の金額なんで、まあ、これを直接作業時間を基準に配布すれば、まあ、x と y に対する配布額求まりますねで単価求めていただければ1万1325円っていうのが求まりますで問題は abc ですけれども ABC やるにあたってはまずこの機械作業コストプールっていうのはこれはまあ機械の運転時間ですねこれがまあ機械の活動原価が生じた一つの原因だろうというふうに考えられますんで、まあ、機械運転時間っていうのをこれを基準に使ってあげればいいですねで品質保証コストプールですね品質保証コストプールこれがちょっと難しかったかもしれない 5,760万っていう金額を何を活動ドライバーとして割り当てていくのかっていうのが問題ですけど、まあ、これはねこの抜き取り検査回数っていうのを使っていくことになります抜き取り検査回数ですね、まあ、抜き取り検査回数っていうのを使って xy に割り当てていくことになりますねはいちょっとここの読み取りが難しいかと思いますね まあこの品質管理活動と関連性があるです、ね、基準はどれかというのを考えたときにまさにこの品質管理活動の一環として抜き取り検査というのを行っているわけですから、まあ、これがこの選択肢の中だと一番適切な活動ドライバーであろうという当たりをつけることになりますでまた材料運搬コストプールっていうのは、まあ、これは直接材料出庫回数っていうのが与えられてますんでこれを使いましょうとで工場管理 活動コストプールっていうところに関しては指示がありますけどもこれは適当な活動ドライバーっていうのがないため直接作業時間っていうのを便宜上使っていきましょうと、まあ、施設支援レベルの活動原価と呼ばれるものになりますねこの工場管理活動コストプールっていうのはね、まあ、これについては直接作業時間ですねこれを使って割り当てていきなさいというのがもう 指示として与えられてますから指示にのっとって計算を進めてください。まあ、すると x y のこの単価9675と14625が求まります。それぞれ伝統的な原価計算に基づいた x y の単価と差を取っていただければ空欄あと位に埋まる数値っていうのを求めることができますね。はい。で今度問題14資金管理キャッシューロー管理に関する問題ですけども。 選択肢はですね企業価値は企業が将来において新たに創出するであろう価値を示すが当該価値は収益力を表すため割引キャッシュフロー法によって企業価値を測る場合資金管理の公設の影響は考慮されないと。まあ、ここね なんで間違いなのかっていう判断がつかなかった方もいるかもしれませんけれどもまあなんとなく一般的な感覚で選んでも資金管理のこういった公設の影響をまあ受けるだろうっていうのはなんとなく感覚的にわかりますよね。まあ、理屈をつけるとするならば企業価値の算定っていうのはまあフリーキャッシュフローを割引いて計算するっていうのが一番オーソドックスなやり方になるわけですけどこのフリーキャッシュフローっていうのはこの企業の資金管理の公設によって変わってくるわけですよ。 ノーパッドプラス原価償却費マイナスの運転資本の増減額マイナスの投資額これで計算されるわけですからまさにそういった資金管理の、まあ、うまい下手によってですねフリーキャッシュローの値っていうのは変わってくると、まあ、その結果としてフリーキャッシュローを割り引いて計算される企業価値そのものも変わってくるというところで選択肢あっていうのは誤りですねはい。 で選択肢「イ」についてはこれは売上債権回転率、棚卸さん回転率ですね、まあ、これらが、まあ、売上高とそれぞれの残高を対比させその在、えー、対流状況を測るものであるとで当該数値は小さければ小さいほど投下資本が短期に回収されることを「意味すると言ってますけどここはまあ大きければですね大きければ大きいほどっていうのが正解です、まあ、回転期間っていうふうにね 読んでしまった方はですね、まあちゃんと日本語を読みましょうという話になってくるんですが売上債権の回転率ですね率ですからこれは高ければ高いほど、まあ、短期に回収されることを意味してますよとで今度は問題15番ですね、まあ、選択肢 A ですね、まあ、これは積み上げ法ではないですねはい。 もう積み上げ法っていう部分が誤りですから選択肢「あ」っていうのはいきなりツですね。はい、で選択肢「う」ですね。我が国では原価規格によって製品の開発段階で大幅な原価低減が実現できるならば当該製品の品質や機能が多少低下したとしても許容されると。まあそんなこと言ってませんよね。まあ VE の考え方っていうのをね思い出していただければいいかと思いますけども。 価値が高まるように、まあ、機能や原価っていうのを調整していくわけですよね品質や機能が多少低下したとしても許容されるってこれ単に価値が下がるわけですからね、まあ、そんなものは許容されないというところで選択肢っていうのは誤りだと判断してくださいまあこの辺はもう一般的な感覚で選んでもらっても「う」がつだっていうのはわかるかと思いますで最後問題16ですね 取りり投資のの意思決定の問題になりますけれども、まあこちらですね落ち着いて解けば簡単なんですけれどもまあ本試験というね限られた時間の中で解いていくには結構資料も多いですし、まあ、取り替え投資というね、まあ、論点そのものが結構難しいところでもありますのでなかなか回答数値にたどり着けなかった方が多いんじゃないのかなと思います。 まあ過去にね類似の問題っていうのも出されたことがありますがまあそれでもねちょっと解きづらさはあるかもしれないですねでまあこういう問題ね解くときにどうやってもらってもいいのかなとは思うんですけども、まあ、とりあえず原油設備と新規の設備ですねそれぞれのキャッシュフローっていうのを見積もってあげればいいかと思いますキャッシュフローですねこれまあ原油設備っていうところが原価償却費4400新規設備は8400ですね 使い続けていけば毎月、毎年4400っていう減価償却費が原油設備から生じる。8400の減価償却費が新規設備から生じる。で、ここに40%をかければタックスシールドが求まりますので、向こう3年間ですね、こちら、減価償却による節税効果っていうのを享受することができる。これはキャッシュインフローとして取り扱うことになります。まあ、原油設備だったら1760、新規設備だったらこちら、3360です。 で今度、原油設備のキャッシュフローについて着目をしていくとこの今現在売却すればいくらのキャッシュが得られるのかというと万円です。今売れば7200万、キャッシュが生じるでも、原油設備を使い続けるという案を選択した場合というのはこの7200というのを放棄する諦めることになりますので、まあ、これを機械原価と考えてマイナス7 2 0 0というのを計上することになります。でまた、 この原油設備を売却することによって、まあ、売却損っていうのが生まれるわけですけど、まあ、この帳簿価格1万3,200で売り値が7,200ですから6,000の売却損っていうのが生じます。まあ、これに税率40%っていうのを乗じてあげれば2,400っていうのがこの売却損に伴う節税効果ですね。で今回はこれ。 取り替えるかどうかっていうのを機種タイミングで考えていてこの売却損の節税効果が生まれるのはこれは期末だっていうところがこちらに書かれていますまあ、これはもう抗議中などにもですねまあ、あの口を酸っぱくしてしてきたところでもありますけれどもどのタイミングで取り替えを行っているのかっていうのが取り替え投資においては特に重要なんですね 今回は機種タイミングで取り替えを行っているので機種の段階でこの7200ていうキャッシュインは生じますけれどもこの売却損に伴う節税効果ですねこれは期末に生じるとキャッシュインとこの節税効果っていうのを享受するタイミングが違いますよと。 でこれも結局ね原油設備を使い続ければ、まあ、この2400のキャッシュイン節税効果っていうのを享受することができなくなりますんでマイナス2400っていう取り扱いで、まあ、計算を進めることになります。で今度新規設備に関してこの節約額ですね現金の節約額が問われているわけですけど、まあ、税引き前のまあ現金支出の節約額これを X とかっていうふうに置いてあげると。 これ税引き後に直してあげれば 0.6x になりますね 0.6x、まあ、こんだけ毎年毎年節約をすることができますよとだからキャッシュインとして考えてプラス 0.6x でまた新規設備現時点で購入すればマイナス25,200でで罰3年において売却をすればこれ売却益が出てくるわけですけど まあ5,000万で売却して売却益5,000万ですから5,000万る1 4 0で3,000っていうのが税引き後のキャッシュフローとして求まりますね。原、ま、油、あ、設備も同様ですね。×3 年に 1000, 円あ1,000万円で売れるわけですけど1,000万の1 4 0で600万ですね。これが税引き後のキャッシュフローです。 これでまあ原油設備案新規設備案のそれぞれのキャッシュフローっていうのを見積もることができたので、まあ、両者の差を取ってあげて差額のキャッシュフローっていうのがゼロを上回るそういった x っていうのを求めてあげれば回答を求めることができますね。まあ、すなわちこちら。 毎年 0.6X 生じるとでまた毎年この3,360と1,760は生じるんでこの新規設備投資案マイナス原油設備案、まあ、これを一つの差額投資案っていうふうに考えて、まあ、このキャッシュフローですね差額キャッシュフローっていう言い方をしたいと思いますけど差額のキャッシュフローを求めると 0.6x+1,600、まあ、プラスっていうのが毎年生じる形状的に生じる差額キャッシュフローですね。 この 0.6x と3,360引く1,760ですね。まあこれで毎年形状的に生じるですね差額キャッシュフローを求めることができる。まあこれの3年間分ですから、まあ3年間分割引計算してあげれば2.486掛け算してあげて、まあ年金減価係数ですね。3年分の複利減価係数の合計求めて2.486ですね。これを掛け算してあげて割引現在価値出してください。 で今度3年におけるこの売却ですね売却設備の売却によって3600の2400の差額キャッシュフローが生じるとでこれに3年分割引計算するわけですから3年の減価係数乗じるとでまたこちらバツ1年において2 4 0 0っていうのが原油設備を使う案のキャッシュフローとして生じているわけですけど まあ、新規設備引く原油設備この差額キャッシュフローだとプラスですねでこれに1年分0.909っていう複利原価係数掛け算して最後にこちら25,200と7,200の差を取ってあげれば1万8,000のマイ,、えー、マイナスっていうのが求まりますんでこの、まあ、NPV ですね NPV この NPV が0を上回るような X を求めればいいんですね。X を求めればいい まあすると x 台、x 代内6,729.95っていうのが求まりますので6,730万以上であれば新規設備に取り替えた方がいいというそういった判断を下すことになりますね。はい、よろしいでしょうか。まあ、以上がね、簡単ではあるんですけれども。 まして、また、細かい、ねえー、具体的なその解説冊子とかに関しましてはあのまた別途、ねえー、作っていきたいと思いますのでまた後日、ね、出されるかと思いますからそちらの方でで、ね、詳しい内容の方はご確認ください。まあ、それではですね、まあ、これで管理会計論に関する、えー、公表と解説の方をですね、終わりにしたいと思いますので本日は皆さんお疲れ様でした。